ようこそ。ゲストの皆様、こんにちは。ザケンです。今回も楽しいゲームを一緒にやっていこうぜ。よーし。はい、ということでね、ファンウィズラグドールズ、実況プレイやっていこうかなと思います。はい、前回ね、いろいろミニゲームとか、こういうブラックホールとかでもね、遊んでやってたんですけど、今回ね、面白いことしようかなと思って、とあるものを作ってみました。はい。こうやってブロックを周りに囲って、ブラックホールのスモールサイズかな、これ。真ん中に置いたんで、ここでね、人をいっぱい出して、どんな感じになるのかっていうのをね、今回検証していこうかなと思います。はい。なんか面白そうだよね。じゃあ早速いっぱい人出しましょう。はい、まずはこのくらい。さて、どんな感じになるのか。あー、危ない。ちょっ。すごいところやられちゃった、俺。でも、結構回収されたね、あそこ。こいつらなんか温泉に使ってるみたいになってない？いい湯だな、みたいな。俺に限ってはもう壁にめり込んでるからね。さて、再び。よいしょ。吹っ飛んだな、あいつ。大丈夫か？こいつ大丈夫か？え？あ、見失ってる、俺のこと。あ、ええー、やられたやつにつまずいても死んじゃうの俺。はい、数百体出してみました。さあやってみましょうか。どんな感じで吸い込まれるんだろうね。すげえ上から見ると面白いねこれ。いきますよ、せーの。はい、弾けたな。あ、やべ、来た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 。ダメだって、来ちゃう。これスタートするとね、飛べなくなっちゃうんで、この中の様子とか見れないんだよね。じゃあ中入りますか、一周回って。ちょっと待てよ。はい、おお、でもこれつまずいたらやばいぞ。ちょっと待って、ブラックホールも気をつけないとな。あいつら全員巻いて、ほらお前ら吸い込まれるそこに。あ、ダメだ。すげえシンプルにつまずいちゃった。やばいやばいやばい。大人気、これ超人気者じゃん。お次はラージサイズのブラックホールをつけました。面白い光景を期待してるよ。はい、やっぱアタッカーの方がね、色合いがいいんだよね。ちょっと待ってね。はい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 。もう多分ね、この敷地内に入ってれば多分全員吸い込まれます。このブラックホールね、半端ない吸引力なんで、ダイソンもびっくりなぐらいの吸引力です。さあ、結構いたよこれ。もう500人ぐらいいるんじゃないか。よしよし、この辺置けないな、なんか知んないけど。さあ、1000人ぐらい敷き詰めたかな。じゃあいきますよ、せーの。俺まで巻き込まれてんじゃんこれ。相当な威力だな。ね、一人だけ超笑顔なんだけど。あんな上からでも吸い込まれちゃうからね。すげえ角つくね。逃げろ。うわ、すげえすげえ。あの、周りない方が意外といいかもしんねえ。どっから吸い込まれちゃうんだろう。まだ大丈夫だね、ここは。あー、そろそろ来んじゃねえか、これ。角ついてるなー。さすがに1000人ぐらい出すとね、こんな固まっちゃうんだね。あー、来た来た来た。赤の玉に一味青色を加えてみたいな。さあ、先ほど走り回ってる時、チラッて映っちゃったかもしんないんだけど、このラージサイズのね、デカめの、建物を作りました。建物って言ってんのかこれ。はい、仕切りか。仕切りを作ったんで、ここでもね、一応やってみるか、せっかく作ったからね。はい、ちょっとね、柱を作ってこの上に仕掛けてみようかな。どう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 、これやべえ、かっこいい。これでアタッカーたちを吸収してみましょう。なんかこう大量に何々やってみた系は面白いからね。ちょっと待てよ。え、これ何？ファン。後で使ってみるか。面白そう。いきます。せーの。はい。うっそ、俺も！ちょっと高くしたからか。やばいやばいやばい。遠くから見たいのに。やばい。なんか惑星みたいになってる。これ近づいて大丈夫かな？うっそ、こっから？ダメじゃんこれ。じゃ、人思いにそっち行けよ。すげえことになってんだこれ。あー、吸い込まれる。いきますよ。
よいしょー。めっちゃ高いところからスタートして落ちてみればちょうどいいんじゃないかな。やば。おお。ヘイだってはい、今ねざっくりこんなの作ったんだけど、さっき言った扇風機を使って次遊んでこうかなと思います。やっていきましょう。これさ、周りに人置けるかな。一応スペース作ったんだけどどうでしょうか。アタッカーで僕がねここの真ん中に立つんですよ。はい、でスタートと同時にこの周りのアタッカーどもがこの扇風機に吹き飛ばされるっていうねシステムです恐ろしい、末恐ろしいシステムだな。最初だからこんなもんでいいだろ。スタッ、オッケー。さあ試合開始。何の試合か分かんねえけど、えな、何この感じ。なんでだ。ここにちょっと並べてやってみる。あそこの上だと起動しねえのかな。このゲームわけわかんないタイミングで曲流れるんだよねなんだこれ。はい、じゃあこんくらいで。てかこれアタッカーをここにやったところで大丈夫か、大丈夫か、来てくれるかな、来るかな。はい、ちょっと面白いもん向こうに作ってあるんで今度機会があったらやろうかなと思います。はい、あれはちょっと置いといて、どうでしょうか。あ、なんで吹き飛んだ。ん、どうなってんの。なんであいつら動いてねえんだよおめえら。急に反応したな。めっちゃ急に反応したじゃん。さあ行くぞ、ほら来い、こっち。登れねえのか。登れろよお前らも。なんだその動き、なんだそれ。この先来れねえのか。そういうことか、気持ち悪い動きがとてつもなく気持ち悪いぞお前ら。あーすごい吸引力。これなら来れんじゃね。さっきは坂になってたから来れなかったんでしょ。この平面なら来れるでしょ。行きます。なんで全員倒れた。あ、来た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 。さっきのバグだったのか。お、すげえ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 。曲もタイミングいいけど、なんでこのタイミングで癒しの曲流したんだ。おお、面白い。もう一回やろう。次はもうちょっと増やして、こんくらいかな。結構多いぞこれ。せーの、はい。お、ほら、おいでおいでおいで。すごいすごい、めっちゃ散った。花火だ花火。うわー、雨となって帰ってきた。おかえり。さあ通路にも敷きました。行きましょう。はい。めっちゃ綺麗に舞うなこれ、超面白いじゃん。うん、これはギリギリ当たんないかな。いやーすごいすごい、綺麗な雨だ。僕雨好きなんですよね雨好きなんですよね発言やばいねこれ。それずっと飛んでる。ほらヨーヨーみたい。あ、こっち来るか。あ、またこの二人はずっとここで無限ループすんだ。これはどうだ。はい、こっち側にも扇風機つけました。どうなるかな。お、あ、あーすごい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 超飛んでくじゃん。面白いこのゲーム。あ、すごい、張り付いてる張り付いてる。あ、すげえ。俺も行くか。おお、すげえ、めっちゃ面白い。あふん。さあ次はそこにブラックホールを仕掛けてみました。行きましょう。俺もかい。やばいやばいやばい、とんでもないことになってる。もうここで仕掛けるか。せーの、はいすげえ、なんだあれ。扇風機とブラックホールを混ぜたんだけど、あ、でもやっぱブラックホールすごいね。一人埋まってるなあそこに。
うわ、なし。見てください、ブラックホールのレギュラーサイズをなんかもう宇宙みたいな感じで仕掛けてみました。やってみましょう。あ、吹き飛ぶけどあそこにはくっつかないな。え、マジ？いた。はい、最後にブラックホールをいくつか仕掛けて向こう側に人を配置しました。アタッカーね。何人生きて俺の方に向かってこれるか。スタート。はい。すげえ、めっちゃ綺麗。ちょ、もう一回見よっか。せーの、はい。お、来た来た来た。生還者0人。レギュラーでもやっぱこうなっちゃうのか。この間って通れる？無理かな？無理だね。はい、ということで、今回こちらの動画がちょっとでもいいと思ったら、いいねボタン押してくれると嬉しいです。またね、あの坂を使った、ちょっと面白いことをやろうかなと思ってるんですけど、それが見たい方も、ぜひね、高評価を教えてくれると嬉しいです。はい。僕、こういう海外のゲームとか、新しい系のゲームいっぱいアップしてるんで、ぜひチャンネル登録もお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。